次に浅浅浅尾尾尾一一郎郎君君のです、えー、この法案は、えー、議員による修正がなされております、でこの修正案についてはです、ね、議員立法という形になりますけれども、ここでの論議があ立法者の意図ということになりますので、えー、修正案について、えー、その立法者の意図を明確にさせていただく上でえで、ー、いくつか質問をさせていただきたいと思います。 まず第一に、障害者基本法の一部を改正する法律案に対する修正案の第1条におきましては、等しく基本的人権を共有する個人として尊重されるという表現から、等しく基本的人権を共有するかけがえのない個人としてえ尊重されるということで、かけがえのないという,う一文、語が入っております。そのかけがえのない語が入ることによって、 どのようにその法的な効果を生むことができるのか、その点についてお答えいただいて、それが立法者の意思だということをぜひ議事録に残していただきたいと思います高木道夫さん。 ありがとうございますお答えいたしますあの政府提出法案の等しく基本的人権を共有する個人として尊重されるという表現は障害者基本法の目的規定であります第1条におきまして法律全体を貫く理念を明らかにしたものでございますで、この表現をかけがえのない個人と修正することにしましたのは社会の中において各個人が障害の有無にかかわらずえそれぞれ本質的価値を有することを一層明確にするため めでございますこれによりまして障害者基本法の理念が国民にとって分かりやすい言葉で示されることになると考えておりますこの基本法で示された理念は関係法令の運用や整備の指導理念となることはご承知のとおりでございます従いまして今後の障害者施策におきましては国民一人一人がかけがえのない存在であるということを基本とした運用等が要請をされることとなりますこの結果障害者基本法が目指して いる共生社会、すなわちすべての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会の実現が促進されることになることを期待をいたしております佐藤圭一郎君、えー。そういたしますと、今後あの、この障害者基本法、 の改正に伴う関係法令の改正が行われる段階で、えー、よりきめ細かく一人一人が尊重される、共生社会が実現されるという意味で入れられたということでよろしいでしょうか。高木道夫さん。そのように、えー、むしろあの政府の関係法律、またあのこれからの議員立法におきましても、そのような方向で進めてまいりたいと思っております佐藤恵一郎君。えー、次にです、ね、あの今回の 修正案では、精神障害の後にですね、鍵かっこ付きで発達障害が含まれるようになりました、でこの発達障害はです、ね、現段階でその、いわゆるその障害者として認定がなされるものと、なかなかその認定が難しいものとがありますが、この、 カかっこつきで発達障害が入れられたことによってです、ね、その範囲が広がることを想定しているのかどうか、そのことについてお答えいただきたい,と思います高木道夫さん。 この発達障害につきましては、もうご承知のとおり、議員立法によりまして、平成16年に制定をされ、定義規定も置かれております。でまた、近年、その重要性に対する認識は高まっております。で従来、この障害につきましては、身体、知的、精神の3つに対別をされてまいりましたが、この発達障害につきましては、概念的には精神障害に含まれるものの、これまでの障害者基本法、またその他の法律におきましては、そのことが明確に にされておりませんでしたそこで、この本修正によりまして、精神障害に発達障害が含まれることを明記をすることとしたものでございます。あの昨年、議員立法でえ改正をいたしました障害者自立支援法、いわゆるつなぎ法案におきましても、このことを、括弧書きで明記をしたところでございます。従いまして、今回追加した括弧書きは、確認的なものでありまして、障害者の範囲を変えるものではありません。 しかしながら、あの多くの,あの議論もありました、精神、知的、身体、そこにもう一つジャンルとして、発達障害ということを別途作ってはどうか等の議論もありました。であの以前、えー、例えばあの、えー、知的障害は今は別途に立てられておりますけれど以前は精神薄弱ということで、いわゆる精神障害の一つと言われておりました。 というように、これからまたさらに、あの障害のこの縦分けにつきまして、まあ、本来であれば、まさにその社会的障壁、社会的モデルといった観点に基づいて、幅広く、えー、機能、そしてまた、えー、それぞれの置かれている状況等を含めて、えー、考えていくことが必要かとは思いますが、今のこの状況下におきまして、えー、このことを明記をさせていただいたということを申し上げさせていただきます。 えとそういたしますと、えー、まあ将来的に、これはなんか立法者の意思として書いてないことはなかなか聞いてもしょうがないんでしょうけれども、現段階ではまあ精神障害の中に発達障害を確認の意味で含めるという趣旨で入れたという理解でよろしいでしょうか。高木道夫さんそのとおりでございます朝岡一郎君 えーまあ、将来的にはその他の関係する法律においてもです、ね、この発達障害、現状、あのー、そこ、法律でカバーしてない部分もあろうかと思いますから、その議論が出てくるだろうというふうに思いますし、えー、基本法の修正案を立法した立法者の意思としても、その議論を喚起したい意味で入れたということでよろしいですか高井道夫さん。えー、そのとおりでございます 浅尾慶次郎君では、次の質問に移らさせていただきたいと思いますが、修正案第16条で,です、ね、可能な限りその意向を尊重しなければならないというふうにありますが、この可能な限りというとです、ねまあ、いろいろと幅があろうかと思いますので、具体的に例示がもしできるのであれば、どのようなことを指しているのか、ご教示いただきたいと思います。高木道夫君 おそらくこの解釈は、文科省に委ねるのが最もあの的確かと思いますがあの、立法者の意思としてということでございますので、お答えいたしますあの。ご存じのとおり、障害者がその成長過程におきまして、適切な教育を受けられるようにすることは、基本法の趣旨に鑑みて極めて重要でございます。でこの点あの、障害の状態は一人一人異なるものでありまして、教育に関してはきめ細かな配慮をし、十分な情報の提供を行うとともに、 本人や保護者等の意向を尊重する必要があります。従いまして、今回新たに第16条に第2項を設ける修正を加えました。しかしながら、教育現場におきます体制は、さらに整備されるべきものであると考えておりますが、一朝一夕に実現できるものではないとも思っております。修正におきましては、この点にも配慮しつつも、国及び地方公共団体は、 可能な限り尊重しなければならないこととしたところでございます。佐藤慶一郎君、まあなかなかあの、えー、現場現場でいろいろとあの考え方がある,あるところもあるだろうかと思う。 ますので具体的な例示が難しいのかなというふうに思いますが、まあ、立法者としては、その中で可能な限り尊重するというふうに理解をさせていただきます。では、最後の質問に移りますが、修正案第25条で、すそれまで文化というふうに表現されていましたのが、文化、芸術というふうに改めております。 文化・芸術というふうに変えることによる法的効果、文化と書いてあるのとは異なって、文化・芸術と書くことによって、どのような法的効果があるのか、お答えいただきたいと思います。高木委員長さん 文化という表現を文化芸術と改めましたのは、文化という言葉は多義的であることから、芸術、つまり美術や音楽等が含まれることを明記したものでございます。あの美術、音楽、また映画もバリアフリー映画等も推進されておりますが、含まれるかもしれません。この分野におきましては、障害者の作品や演奏が鋭い感性に基づくものと、世界的にも高い評価を受けておりまして、そうした演奏家の方が、 皆様ご承知の通りでございますでまたあの、これはヨーロッパにおきましてもあの、正規の美術教育を受けずに、自分の内側から、えー、生まれる衝撃のままに、衝動のままに創作された作品は、アール・ブリュット、えー、フランス語で生の芸術。 というふうふにに呼ばれててておおりりまましし社会に広く普及をしておりますで実はあの、我が国の精神障害を持つ方たちの作品を集め、美術展として開催されたものが昨年、公表を博しまして、パリでなんと12万人の方が鑑賞し、しかも中には美術学校の学生がデッサンをしながら、それを写し取るといったような、そうした光景も見られたところでございます。我が国におきまししてもそうした障害者の 芸術活動に関する諸条件の整備また女性などの施策を積極的に推進する必要があると考えておりますこのあの障害者基本法によりまして自立及び社会参加の支援のためのさまざまな施策の基本となる事項を定めた法律でございますのでこれを修正をすることによりまして芸術を障害者基本法に明記をし 芸術活動に関する諸条件の整備、また、えー、女性などの施策が障害者施策の中に明確に位置づけられ、こうした施策が積極的に推進されることを期待をしたものでございます。 佐藤一郎君えと確認ですけれども、文化という言葉の中に文化、芸術がまあ含まれるだろうけれども、しかしながら芸術ということを入れることによって、今ご指摘がありましたような、例えば知的障害がある方が、 さまざま内面を発露する芸術活動をする。それがまあ、社会的にも評価されている。そのことに対して、政府としても。より積極的な支援をしていく。そのために、この文言を入れたという理解でよろしいでしょうか。高木美代さん。その通りでございます。浅尾圭一郎君。確認したいことがすべて確認できましたので。時間より前でありますけれども、質問をやらせていただきます。はい。